ワンダリングルージュです、信長の野望創造戦国立志伝の、山内上杉家でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で今回はですね第2話になるんですが、第1話どうだったかっていうのをね簡単におさらいしておきたいと思います。まず第1話ではですね、武将一人城一人というこの山内上杉家、関東管領職にありながらかなり衰退しているという状況の中、南の大国北条、西の大国武田、そして北の大国長尾に対してですね、土下座に次ぐ土下座、貢ぎ物に次ぐ貢ぎ物の外交をしてですね、なんとかこの3大国と同盟関係にあるというのが現在の状況です。で具体的にはですね、今ご覧いただきますが、北条とは婚姻同盟中で、武田とは18ヶ月の同盟、長尾とはもともと同盟関係にあったんですが、残り24ヶ月の同盟期間があります。で今回はですね、今画面中央、長野家、ここですね、ここをなんとかね攻め取りたいなというふうに思っています。なのでここをね攻め取るためになんとか頑張っていきたいなと思うんですが、今停戦5ヶ月なんですね。前回最後ですね、この長野家に喧嘩を吹っかけたんですが、その武力の前にあっけなく屈してしまったというのがあってですね、停戦しました。なのでこの停戦が解け次第ですね、長野家の攻略に入るというのをねやっていきたいと思っています。おそらくこの長野家に関してはですね、武田も狙ってるんじゃないかなと思うので、いつでも出兵できるようにちょっとね近くに行っておきましょう。で外交を、朝廷外交は常にやっとかないと、大国に攻められたらすぐ滅亡してしまうので、6ヶ月間とはいえ停戦すれば攻めてきますからねという話をしてたら、武田が攻めてきましたね。長野県に対して先に取り付いたぞ。あとはこの状態で果たして本当に自分の城にできるかどうかですよね。今停戦状態で囲んでないことになってるでしょうきっと。で北からは村上義清が来てて、さらに上からは長尾家が援軍できてますね。長野家と長尾家、長野家と長尾家は同盟関係にあるので、おそらく長尾、謙信ですね、後の謙信が援軍でやってきたという感じだと思います。ちょっとここは状況を見守りましょう。で武田と長尾が潰し合っている中、武田、長尾、長野の3家が争っている中、このね上杉だけが漁夫の利を得るというのが一番の目標になるんですけど、それが達成できるかどうかですね。今だと上杉則正さんの軍勢は全く減ってない、目論見通りって感じですね。そしたら兵が減ってきたので、ここでチェンジしましょう。これ武田の城になるんだろうな、囲んだことに多分なってないんじゃないかな、一番最初にね。一番最初に取り付いたもん勝ちになると思うんですけど、これ見る感じだと取り付いた感ないし、兵も減ってないしな。他は減ってますもんね、三好さんとか義清とかは兵が減ってるけど、沼田に関して言うと兵が全く減ってないってことは、このままきっと囲んでても自分の城にはならないんだろうな。なんとか自分の城にしたいけど、さあそろそろ沼田の兵が活化するんじゃないかな。まだ大丈夫か。
そうだよね。長野家は武田家によって滅ぼされましたってなりましたね。まあまあ、そうだよね。いや、それは分かってますよ。そうだと思ってました。思ってたんでいいんですけど、となると長野が取られたとなると、次の標的をどこにするかですね。宇都宮。武将3人か。太田、武将5人。古賀、足利。ここはちょっと強そうだよね。ちょっと、兵力を回復したら、まずは太田を攻めましょう。で、早速太田攻めにかかりましょう。もう早く城を取りに行かないと、他の大国に弱小大名家は取られちゃうんで。こんな感じでいきましょう。で、忍城で一旦待機させ、沼田も川越城で一旦待機させましょう。で、この状態で援軍要請をかけていきましょう。まずは古賀足利がダメ元で岩槻城攻めに参加してくれとお願いしましょう。さらに宇都宮に対しても、いや、宇都宮まだ取っとくか。古賀足利家だな。古賀足利家が出兵してくれるかどうか。これが一つポイントになりますね。で、古賀足利が、もし、この、なんていうのかな、お人よしで出兵してくれるっていうことになれば、ラッキーですからね。で、今、流れてるイベントは織田のイベントなので、ちょっと流します。で、続いて九州は、龍造寺のイベントが始まりましたね。こちらも、スキップですね。させていただきますね。さあ、古賀足利がどう出る。味方してくれ。お、来た。来てくれたぞ。来てくれたとなれば、こちらも攻めましょう。今3方向から岩槻を攻めてる感じですね。この敵視してる古賀足利家がよく援軍出してくれたな。今どういう感情なの？古賀足利に関しては。裏切りを警戒しているわけでしょ？古賀足利は。で、その私たちに対して援軍を出してくれた。しかもそれなりの数。これはね、本当にありがたいですね。では、ここはもう合戦にしましょう。包囲していくと、単純に兵を消耗するだけなんで。で、あとは、古賀さんにお任せしましょう。兵力的には圧倒的にこちらが有利なはずですよね。なので、古賀さんが頑張って落としてくれるのを、ここでひたすら指をくわえて見てみましょう。いいぞいいぞ。このまま、これは大丈夫だよね。岩槻は自分の城にできるよね。で、岩槻を落としたら、今度は宇都宮を攻めましょう。そうすれば飛び地的にはなってしまうんですけど、城を4つ領有することになるんで、少しはね、楽になるんじゃないかなと。あと武将の数もね、ちょっと補充したいっていう思いがありますからね。沼田君に関しては、もう帰ってもらってもいいぐらいなんで、兵を失わないように後方で待機させましょう。
で、乗りまさは座して動かず。何もしないですね、乗りまさ。このまま乗りまさが、この城の主になってくれるんだったら、大歓迎だけどな。で、沼田くんはちょっと動こうとするんで、また下げましょう。この800ですら惜しい兵力ですからね。我が上杉家からすると。さあ、最後の本丸の呪文取り付いてますね。またね、沼田くんがね、攻めたがるんですよ。で、小川鹿がほぼほぼ落としてくれたこの岩月、誰のものになるんだ。よし、見てください、この乗政のこの顔。岩月城攻め落として見せたぞ。何もしてないんですけどね、乗政は。まあ、ただここはね、山内上杉家によって滅ぼされましたということで、この岩月を我が物とすることができましたね。よしよし、終着だ。で、今兵を失ったこの古賀鹿賀家を次の標的にするのではなく、あくまでもここ宇都宮を次の標的にしましょう。順調に勢力を伸ばしてますね。長野家を取れなかったっていうのはね、ちょっと痛手ではあるんですが、ここは大元節祭の話なんで、今川の話になりそうな感じですね。で、節祭が死ぬというイベントになりそうです。この先の展望で言うとですね、まあ今お話したように、何はともあれ、宇都宮、これをね、我が手中に収めたいと思ってますので、次はそこを狙っていきましょう。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。で、外交工作、宇都宮に関しては次攻めますと。で、古賀に関してはどうだろう。古賀鹿賀家は次の標的にしたいので、このままにしておくのはいいのかどうか、ちょっと悩ましいですね。織田家も攻めたいけど、織田と古賀が同盟関係にあると言っている以上は、先に宇都宮を滅ぼした方がいいな。ちょっと兵力が回復次第、宇都宮を攻めましょう。全員もちろん登用します。出陣するぞ、出陣するぞ。おっと、これで何、北条が先に宇都宮を攻めるか。これは先にこちらが狙ってた城だぞ。渡すわけにはいかん。我が策、お見せしましょう。慌てて出兵しましょう。出陣するぞ。養生を始めます。先月の収支です。で、配属で太田2人を岩月城に派遣しましょう。で、それはさておきだ。これでやっと建設とかができる余裕が出てきたんじゃないかな。まずは朝廷外交で、もうすぐ終わりますね、朝廷外交は。で、工作でいうと、あとは武田とは完全に100になってますね、信頼が。長尾県に関しては藤田を派遣しましょう。で、ようやくここから建設ができます。商人町を作っていきましょうと言いたいところだけど、何、これは進出を先にした方がいいか。どこに進出するかだな。これは何、名所か。
そうするとこの交通の要衝になりそうなところに進出をかけましょう。我が戦お見せしましょう。続きなさい。ここは様子を見ましょう。このサモ家のところで様子を見て、お見せしよう。宇都宮は取られるな、このまま行くと。いやー、北条が一気にいろんなところに攻めかかってるな。どうしよう、ちょっと方針を考えた方がいいな。織田家、織田家を先に攻めた方がいいのかな。ただ織田も今北条が攻めてるしね。もう攻められる場所がない。悲しいかな。そうするとこの那須家とかになっちゃうんだよね、次標的が。白川とかね。いやー厳しいな。どこを攻めたらいいんだろう。となるとやっぱ古川じゃない、古賀御所になるんだよな。で古賀はただ北条に従属しているということで、古賀を攻めることももうできない。となるとちょっと無理してでも那須家を攻めるしかないんだな。ちょっと様子を見ましょう。宇都宮の情勢がどうだか。北条を始めます。先月の終始です。出陣する。でこれは誰かというと、うわ、北条はもういろんなところから攻めてきてるね。でこのまま行くと、お、待て待て待て、ここにはチャンスがあるぞ。この二部城にはチャンスがある。攻める、取るチャンスが。ちょっと出兵していきましょう。出るぞ。もうねこのハイエナのごとく城を取りに行かないと。ご命令を。先月の終始です。今情勢を見ると、宇都宮広綱1016に対して、成田長安北条勢740なので、これは攻め取れる。成田長安が撤退した隙にこちらが兵を出せば、よし、これだ、まさにこれだ、今求めていたのは。入ります。いやー本当にこの下水感じになってますけどね。城をかすめ取るっていうこの作戦、一応今作戦通りに進んでますよ。もうちょっとな、宇都宮はな、自分の拠点にしたかったかなというのはあるんですけどね。ご命令ください。先月の終始です。であとは建設とかをねやっていきましょうね。何もないじゃないか、この岩槻城に関して言うと。何をしてたんだ今までっていうぐらい何もない。さあ問題はここだ。まずは宇都宮を取る。宇都宮を取った後ですよね。今度は那須家、白川、この辺りを攻めていくことになるんだな。難しいな。どうすればいいんだ。生き延びることは多分できるんですよ。武田と北条と長尾と同盟結んでるので滅ぼされることはないものの、何もできないまま終わるな。市場ばっかり持ってて。いやー宇都宮城は欲しかったな、この市場ではなくて。市場ばっかり増えてきますからね今。敵を追い詰めます。どっちが先に落ちるかですね。出るとするか。出陣する。宇都宮を先に北条が取って、さらに
北条は那須攻めに入るんだなってことは、こちらも那須攻めに入った方がいいな。で、今この身分城の耐久ですが2000なので、3000ぐらい残しとけばいいんで、頼政を出兵させましょう。どこまで進めるかというと、ここまで進めます。表情を始めましょう。報告いたします。で、外交で、朝廷外交はもう終わってるよね。で、良ければ、あとは、長尾とは残り8ヶ月になっちゃってるんだな。武田とも残り2ヶ月か。なるほど。まあ、両方ともすぐに同盟は延長できるので、まあ、いいでしょうと。残り2ヶ月、8ヶ月、覚えておきましょう。で、今、目下は、出陣します。頼政を続きなさい。ここまで派遣しましょう。逃げたければ逃げなさい。敵将、よし、捕らえました。宇都宮を滅ぼしたぞ。これでこの那須家も兵数760、耐久が300。よし、ここも一気に攻めに行きましょう。一旦ここに行って、あ、違う違う、北条を通れるんで、通れるんでになっちゃいましたけど、北条を通れるんで、北条の宇都宮を通り、この那須家の城を取りましょう。烏山城ね、取っちゃいましょう。いたしました。いざ行く備え。いや、大田原城を攻めた方がいいな。続きなさい。大田原城攻めに変えましょう。目的をもう飛び地飛び地で本当にそれでいいのって感じもしますけど、今はね、一つでもやっぱり城を多く持っておきたい。出陣するぞ。表情を始めましょう。先月いやー、デスクしぶとく生き延びてますよ、今のところ。武田との同盟の、続けます。24ヶ月。できればこの那須家だよね。那須家も取りたいな。任せください。かかれ。敵を追い詰めます。この調子で城をかすめ取っていくしかないですからね。で、ここは大内、末、そのあたりの話なので、ちょっとスキップをね、させていただきますね。まあ、これは毛利が、元就が末を討ち取ったっていう話かなと思いますね。報告いたします。そしたら外交工作で、武田との同盟をもう一度さらに結べるようにするために工作をしておきましょう。
で、あとは建設系ですね。平井城で、進出をしておきましょう。ここもね、進出しておきましょうね。ここは森が作れるんだ。いやー、なんとかそれっぽい領国運営ができるようになってきましたね。武将の数が多少なりとも増えたんで。よし、大田原城を取った。大田原城を取ったら今度は白川城を取りましょう。で、一旦のりまさは帰らせて、太田を今度は白川城に派遣していきましょう。いや、非常に順調に来てるな。怖いぐらい。ただ那須家の武将が手に入んなかったっていうのは痛いんで、白川はどうしても取りたいですね。となると、お任せください。こうやって攻めた方がいいかな。2方向から攻めた方がいいですね。いざ参ろう。表情を始めましょう。先月の収支です。かしこまりました。待機しろ。ナスケは落ちるの時間の問題だよね。となれば、やっぱりこの白川家は取りましょう。承知いたしました。白川家も、でもこれも小峰城も残念ながら市場だな。市場ばっかり、市場ホルダーになってきてますね。市場ばっかり。沼田、平井、岩月、そして壬生。壬生で合ってるよね、読み方。合ってるね。はい。で、この大田原城とね、市場ホルダーになってますけど、まあ、ないよりは全然いいでしょうと。いやー、かなり頑張ってる方だと思うんだけどな。この調子でちょっと、市場もね、数が増えれば、それなりのものになるはずですからね。ご命令ください。報告いたします。で、怖いのがこれらの兵力が今派遣している白川攻めの兵力がかすった場合に備えて、則政をさらに派遣しておきましょう。小峰城ね、まあ、私は我が物にするために囲め。表情を始めましょう。報告いたします。今どこまで来てるんだ、則政は。今ここまで来ていて、残りの兵糧がもうわずかか。一応到着を待ちたいけど。これで総攻めをかけますか。援軍が欲しいとこだな。まあ、攻め手は一つの場所に集中させましょう。続きなさい。行くぞ。承知いたしました。下手に城門をね、いくつも突破すると、兵力を無駄に使うので。始めようか。かかれ、引くぞ。待て。よく見ると、ここの。かしこまりました。のりまさもそこを攻めるよりはこっちに回った方がいいぞ。続きなさい。おお、差をしてる感じですけどね。
お、参ります。と言っていたらここも上、ここも突破できちゃった。もうこれだったら抑えられるかな。敵城門突破しました。このまま行きましょう。よし、これで白河家も滅ぼしたので、あとは次の拠点をね、城門を破壊しました。どこを攻めるかっていうのを考えていきましょう。で、まあ、北進するしかないので、南の武田なり北条なりと戦うっていうのは論外ですからね。城門を破壊しました。となると、まあ、このままなんとか北進を続けて伊達あたりを、もしね、まあ、夢物語ですけど取り込むことができれば、それこそ本当に勝機が見えてくる感じになりますよね。城門を破壊しました。さあこれで白川城じゃない、小峰城ですね、で白川家を滅ぼすことができそうですね。いやー、本当に統率30、武勇30の男がよくここまで勢力拡大できてるな。ここまで、これが戦の作法よ。敵将捕らえたり。さあそしたら一旦ここで兵を休ませましょう。さすがにもう1000以下ぐらいにみんななっちゃってますからね。山内上杉家どうです？これ拠点6、武将8、兵数1万。そんなにしょぼい感じじゃなくなってきましたよね。兵数1万ってなってくると、いやー、ここまで来るとアシナとか取りたいな。アシナ、二階堂、田村で伊達と周囲を決するわけですね。ただ伊達と戦うにはまだ早いよな、まあ、ただポイントとしてはやっぱりここのね、アシナ、田村、この辺りをもし取ることができればいいですよね。次の目標は、まあ、ただアシナはあれか、長尾家と従属関係にあるのか。で二階堂は伊達と停戦関係で、田村はどこにも属してないってなると、次の目標はやっぱりこの二階堂家になりそうですね。と同時に伊達とどう向き合っていくかっていうのも、考えていった方がいいかなという状況になりそうです。というわけで、今回はここまでにしてですね、次回この続き頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。